周囲よ、頭の中だけで戦を描いておらぬか。お主の策、我が輩には現実的とは思えん。ですが帝府殿、このまま手をこまねいていれば炎術の勢力は拡大する一方です。おう、そうなって俺たちが飲み込まれちまう前に奴を倒して地盤を奪っちまうってんだろ。シエ殿、無謀という言葉をご存知か。孫策には勢いがあります。そして人を引きつけ奮い立たせる力も。それらを利し、口頭に孫をありと天下に示すならば、今を置いて他にありません。生白い若造が何を申すか。今日はこの辺にしとこう。明日またみんなの意見を聞かせてくれ。おい待て。おい、あれは言い過ぎじゃないか。俺は周囲の話にも理があると思うんだがな。理はある、だがそれ以上に熱情で流行っておる。生地再起ある弱敗ゆえにな。ならばそれは今しめねばならん。なるほど。しばらくは我が輩らが戦の何たるかを示さねばなるまいな。炎術との話はついた。孫策、この先はどう動こうと君の自由だ。おう、ありがとうよ、シュウ。みんな、準備はいいか。これから、江東五の地を平定する。剣、諸侯、シュウ、帝府、郊外、関東、みんなの力を、俺に貸してくれ。この戦は速さが命。時をかければ兵端でも戦力でも不利となる。それとこの二人は周泰と呂蒙。周傭兵だ。呂使命と申す。陣入りか。俺より目立つなよ。それは良いが、殿の奥方の大教様、それに周遊殿の奥方の小教様ではありませんか。はい、あの、よろしくお願いします。みんな一緒に頑張ろうね。なんと。それは私も何度も聞いたのだが。まあ二人ともついてきたいって言うしな。絶対ご迷惑はかけません。私たちだって結構戦うんだから。いたしかたなしか。ご無理だけはなさらぬよう。さあ行くぜみんな。みんな行くぜ。竜葉を通して江東を平定するんだ。
突破するぞ。偵察のつもりか。ならばもっと隠密にせよ。動きが筒抜けの偵察隊など投資はせんぞ。敵の狙いはこの地と見た。このども守備を固めよう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。門がこじ開けられた。まずいんじゃないのか。おお、見事な戦ぶりよ。我らも遅れを取ってはおれぬな。竜陽の将が立ちはだかるか。ならば倒して押し通るまでよ。狙いを定まった。敵の足場を崩し戦意を損。孫策の将兵やりおる。ここは引くほかあるまいて。無事に石庭を抜けられた。我らはこのまま南下し敵の情報を集めよう。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。孫家の誇り貫いたまでだ。賢人様ってそんなに強かったんだ。重要拠点、貴様らに渡すわけにはいかんのだ。
なんとしてもここで孫策軍を止める。海兵部隊前へ、攻撃を開始せよ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。
貫いたまでだ。おお、さすが俺の弟だぜ。お前と戦えるのか。竜葉殿のもとへは行かせんぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻まれぬ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を食い止める。鉄石の石を持って迎え撃て。竜葉様を脅かす者よ、死ね。何だと。竜葉殿は死角。俺たちの勝負に水を差すというのか。直ちに守備配置につけ、主たる戦闘に備えるのだ。天下本作軍の強さはどこにある。武だけではない、戦う意味、志の差か。敵将打ち取ったり。孫家の誇り貫いたまでだ。天兄様ってそんなに強かったんだ。おお、さすが俺の弟だぜ。足止めもできんとは。ならばこの手で孫桜を打ち果たすまで。とにかく迎え撃たねば。孫策、兵器部隊用意はいいな。放て。このままでは危うい。太子寺を呼べ。わしを守らせよ。ちょうど俺も戦場に立ちたかったところだ。竜葉殿の恩義はこの太子寺が守ろう。
前とは三度目の勝負となるな。今度こそ俺が勝たせてもらうぞ。おのれ孫策、調子に乗りよって、いずれその勢いが災いを呼ぶであろう。よし、これで高等一体は制したな。勝ち時を上げろ、俺たちの勝利だ。親父、見ててくれたか。高等に損語あり。よかったよかった。泣くでない関東。いいではないか、テーフ。みんなの夢が叶ってよかったね。ああ、そうだ。これは俺たちみんなの夢だ。孫策、太子寺を連れてきた。もはや悔いはない。太子寺、死んだって面白くなんかねえぜ。お前の命、俺に預けてみねえか。なんと。俺はこの孫悟をもっとでかくしてんだ。みんなが安心して暮らせるくらいでかく強く、そのためにはお前の力が必要なんだ。孫策殿。ああ、決まりだな。策兄様、相変わらず勢い任せね。ええ、ですが孫策の勢いと熱さは素晴らしい。太子寺がそうであるように、これからもきっと姫様、孫策は必ずや天下に勇飛します。